セスナエアークラフトカンパニーは1927年にカンザス州ウィチタに設立されたアメリカの軽飛行機ビジネス機のメーカー。軽飛行機メーカーとしてはビーチクラフト、パイパーエアークラフトと並ぶビッグスリーの一つ。かつては小型単発機が中心だったことから日本では軽飛行機の代名詞となっている。現在はビーチクラフトと共にテキストロンの航空機部門。 テキストロンアビエーション参加となり、機体の TC ホルダーも移行された。セスナア,アクラフト社は1927年、カンサス州一田で創業。創立者、クライドセスナは、スタントパイロットとして、自作飛行機で、極技飛行賞を行うかたわら、数々の記録を樹立している。クライドセスナは、セスナ社設立の2年前の1925年に、ウォルタービーチ、 ロイドステアマンダと共にトラベルエアを設立し社長を務めたが、設計上の意見対立から独立。1927年9月、カンザス州ウィチタにセスナエアクラフト社を設立した。創立から間もなく大恐慌が起こり、セスナ社は1931年一時解散に追い込まれる。1934年、オイノ・ドウエイン・ウォレスの出資で会社は再開。 二年後の1936年、ドゥエイン自身が社長となりクライドセスナは引退した。以後ドゥエインは1975年までセスナ社の舵取りをし、ラッセルメイヤーがその地位を引き継ぐ。家族的な企業であるといい、いまだに手作りの部分が多い小型航空機産業は、家内製紙工業の側面を持つ。この点は、ビーチクラフトなども同様。 アメリカの小型航空機産業の特徴である。創業者のクライドセスナは会社を退いた後、農業に従事。そのままアメリカ航空会の先駆者として、数々の栄誉と表彰を受けつつ、1954年に死去。1952年1月14日にセイブル、ヘリコプターを買収して、1956年に CH-1 ヘリコプターを発売した。 現在では1971年9月に初飛行したビジネスジェット機サイテーションシリーズが主力製品となっている。第二次世界大戦中は多くの軍用機を生産。AT-17 ボブキャットは米軍の練習機として1940年から1944年に5400機を生産している。戦後、 直ちに民間機の製造に転じた。多数の福音パイロットが自家用機やビジネス機を飛ばす時代にマッチした操縦しやすく安全な空のファミリーカーという発想から生まれたのが単発の小型機シリーズである。1963年に生産5万機目、1975年に10万機目の単発機が出荷された。 1980年代、世間では PL 法が取り沙汰されるようになり、セスナ社が生産した小型レシプロ機もその標的にされ、事故や不具合に関する訴訟が次々と発生した。多くの判例同様、必ずしもメーカー側に過失責任があったわけではなかったが、生産にまつわる賠償保険料が急増して、もはやセスナ社にとって、軽飛行機の生産は、 商業上のメリットがなくなった。1986年、セスナ社は、軽飛行機の生産中止を決断。これに伴い従業員を1万8000人から3000人へ、減じた。PL 法問題の過中にあっても創業は続けられ、ビジネスジェットサイテーションシリーズ、モデル208キャラバンが、商業的に成功していた。モデル208は頑丈な単発ターボプロップ機。 モデル172型のコンセプトをより大型のタービン機にも適用した点で、当時のアメリカでは新たな試みであった。実用性の高さと信頼性からフェデラルエクスプレスの宅配便の輸送機としても採用され、販売機数を大きく伸ばす。PL 法に対しては、セスナ社、ラッセルメイヤー会長が先頭に立って改正運動を行った。 その会があってか1994年に、ジェネラルアビエーション再生法が議会を通過し、1996年クリントン、大統領が署名した。それを受けて、1996年セスナ社は、カンザス州インディペンデンスに、新たな軽飛行機工場を建設、小型レシプロ機の製造を再開した。現在もモデル172スカイホーク、182スカイレーン、 206ステーショネアなどの製造を行っている。日本では1951年以来、中堅商社の野崎産業がセスナの代理店であったが、1999年に野崎が川鉄商事と合併して代理権を移管。2004年には伊藤中商事系列の航空部門新設会社である日本エアロスペースに業務移管されている。 観光庁向けの機体については2015年から金松が代理店となっている。セスナ 172RG。セスナ172型の高性能版。特徴的な引っ込め足と低速プロペラを装備し、172シリーズの中では卓越した巡航性能を誇る。設計は徹底してシンプル。引っ込め式出脚の脚中パイプは干渉装置の。 役割をする、セスナ CH-1 ヘリコプターエンジンを、操縦席の前に配置することによって視界は悪く、なるは安定するパテロ、ドナルド M、A h ストリーイン in the Making, 80タービュラントイヤーズインザ、アメリカンゼネラルアビエーションインダストリー、ニューヨーク、マグロー、ISBN 0から07から049448から、7。ありがとうございます。